ミハウス・ラボミール・ヘリクは、ポーランド・シロンスク県ホジ府出身のサッカー選手。エフルチャンピオンシップ・バーンズリー FC 所属。ポーランド代表。ポジションは DF。2013年に、地元のルフ補充フのトップチームに昇格。9月15日のヤギエルニア,ビア・ビャウィストク戦で、プロデビュー。以降出場機会が増え、2015から16シーズンは、不出場に終わったものの、 翌シーズンは20試合に出場。2017年7月に KS、クラコビアに移籍。加入5即先発に定着。1年目の2017から18シーズンは DF ながら8ゴールを記録。2019から20シーズンは国内カップ戦ポーランドカップで優勝を経験した。2020年9月9日、バーンズリー FC と3年契約を締結。 加入1年目から最終ラインの中心を担い、2021年5月には2020から21シーズンのクラブ最優秀選手に選出された。2021年3月の 2022FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選にポーランド代表初招集。26日のハンガリー戦で代表初出場。5月には UEFA ユーロ2020の代表メンバーに選出された。 ありがとうございます。